4月4日の、15時を回っております。クスノキ並木の今下におります。このように風が吹きますと落ち葉の方、古い葉っぱですね、結構落ちてきまして、葉っぱの入れ替えが進んでおります。そしてこのクスノキ並木の下で今群落を作っていますのが、シャガというアヤメ科の植物です。アップで映しますとこのような、紫色とオレンジの、色のついた、このような鮮やかな色をしております。この花ですけども、一日花、ですですからこの花今日終わりますとまた落ちて、下から次々と咲き出します。シャガですね。学名ですけどもイリスヤポニカ、日本の植物のような名前をつけてますけども、中国から古い時代に日本に入ったとされております。ちょうど今逆光で、この花きれいに写っております。クスノキ並木下の、シャガの群落を写しております。